きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ半分終わりまして、はい、後半戦、はい、スタートのトレードに出してあげた方がいいんじゃないのか、うん、選手について、はい、今日はこちらのチームをお送りします、はい、それでは恒例の応援歌どうぞ。ちょっと待って、忘れてたよそれ調べとけばよかった。あの私スカイめっちゃ好きなんですよ。お、知ってんじゃん。はいそれも知ってたら上等よ。ドゥルル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 ドゥルル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 ドゥルル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 ダダ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 十分よ。ですか。そのもうメロディー知ってるだけで十分よ。私もうスカイ、うん、出だしからめっちゃかっこいいなって思ったんですよ。でも知らないでしょ。歌詞がね、いざあるんですよ。君の声を遥か届け、夢追い人が行く。虹の上かけるアーチ、明日を抱くだろう。そう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 。まだありますね。ひと雫だけの雨が。タイガーを映すように白いボールよいざなえ、あの空の彼方まで、あーオリックスバファロー、光輝く明日に迎え、あーオリックスバファロー、君はいけるだろう。スカイ笑顔をつなぐ空のはい青さに光を目指し進め掴む。もういいよって言ってます絶対。え、言ってない。 今はもうだってオリックスファンの人が一緒に歌ってると思う、はい、そうですか、うん、今これ10秒飛ばされてないですか、ね、こうやって飛ばしちゃダメでしょ今ビーモレロも歌ってたと思うよ。ですかね、うん、でも歌うんだったらちゃんとなんか、ね、歌詞歌えて私思われてるかもしれないですね、うん、でもかめっちゃかっこいいんですよ本当スカイ、うんうんね、ね、はい、スカイ、はい、はい、スカイいい曲です、はい、では今日はオリックスお届けするということで、はいはい、オリックスはですね、はい、まあここまで交流戦に入る前まではちょっとね怪我人もあったりとか、ちょっとコロナになったりとか、はい、うん、あと佐々木朗希の完全試合されたパンチがあったりとか、はい、ちょっとバタバタしたけども、うん、交流戦入ってきて今日現在ここまでですねパリーグの中では1位、はい、しかも杉本が交流戦めちゃくちゃ打ち出してきて、はい、まあ、杉本打てばチームが勝つぐらいのね、うん、で吉田正尚も怪我から復帰してきて、うん、っていうところでね、うん、いい感じの上り調子ですよね。そう、平野が200セーブ上げたりとか、うん、ね、はい、いい形でちょっと、ね、マッカーシーもね、はい、最初のね、うん、バレラリベロ、はい、みたいな、うん、マッカーシーが、まあ、どこまで頑張るかにもよるけども、うん、まあ、いい感じでね交流戦上がってきたんで、はい、まあ、その中でもね、まあ、今回オリックスバファローズ、はい、トレードに出してあげた方がいいんじゃないのか選手はですね、こちらの選手をトレードに出したいと思います、はい、出して勝手にね、はい、勝手にフィクション上ですよ、うん、そう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 、はい、第1回トレードに出した方が上げた方がいい選手、はい、海田智幸、おー、34歳11年目結構ベテランですよね。左、はい、でもいいのよ、はい、結構ずっといいのよ。でもなんか結構何年か前は本当にリリーフとしてずっと回ってたようなイメージが、そうそうそう、まだ俺が現役の時も対戦したけど、はい、インコースが思ったより食い込んできて、はい、めちゃくちゃ窮屈に打たなきゃいけないっていうところではね、今2軍でも17試合登板で防御率 1.72、 おー、で今、1軍にいるリリーフで左は富山1人、はい、だリリーフは平野近藤、富山圭鈴木比嘉阿部本田黒木跳躍っていうところがね、はい、左まあ1枚なんだけども、うんうん、まあ、使わないんだったらね、はい、俺はいいんじゃないのかと。そうですね、うん、今シーズンまだ投げてないわけですね、うん、そうそう、でもう一人が、はい、もう一人いんだよ、はい、山田信義、あ、30歳、はい、13年目、うん、こちらも、まあ、2021年まではね毎年40試合ぐらい投げてたんだけども、はい、まあ、昨年6試合しか投げなくて、うん、まあ、今年はねここまであんまりで、でも2軍では 1.84 防御率、はい、あ、1点台 か、うん、だからいいのよ、はい、でも使わないんだったら、うん、どっちかでも、うん、トレードに出してあげても、うん、頑張れるんじゃないのかなっていう、ね、そうですね、まあ、うん、2人ともこう30歳と34歳、もうあとないじゃん、はい、正直ね、うんうん、ってなったら、まあ、どこにいても頑張れたらいいじゃんね、うん、でしかもやっぱ左ピッチャーがいないところっていうのはね、はい、は多いし、はい、左ピッチャー欲しいっていう球団も多いんで、はい、そういった意味ではこの海田山田、うん、
まあ、前田前田みたいなね感じになったけども海田山田海を山よみたいなね、はい、どっちか本当です海からも海山ですね俺はいいんちゃうかっていうね、はい、しかも多分どっちかしかあげない富山いるからどっちかしかあげないと思うんだよ、うん、ってなったらまあどっちか一人ね、はい、はぶれてる方は、うんうん、まあトレードに俺は出してあげてもいいんじゃないのかなっていう感じはするよね、はい、まあ、今2人とも2軍で結果出してるわけですからねそうだね、うん、そういった面でしかも30オーバーだしね、はい、そういった面ではまあワンチャンスね、うんうん、でしかも里崎チャンネルの法則によると、はい、2軍で防御率1点台は1軍でも頑張れるっていう、ね、傾向が、ね、傾向がというか基準、ね、はい、があるからね、うん、そういった意味でも俺は結構いいんじゃないのかなという、ね、うんうん、ところです、はい、続いて、はい、野手部門あります、はい、山足達也、はー、後藤俊太、そこ行きますか、うん、だからあの山足も2軍で今3割7分1厘打ってるんだよ、はい、だまあ1軍でね出たけど、はい、まあ、0はまあでも守備固めとか途中から出ていくからなかなかね、うん、打つのもその難しいっていうところもあるけども ねで後藤俊太も今あの2軍では3割3分3厘今年でも序盤1軍ですごい出てましたよね、もちろん出てたんだけども、うん、まあ、そこ掴みきれずね、はい、で結局今は外野がねレフトマッカーシー、はい、センター福田ライト杉本っていうね、うんうん、でファースト T 岡田でこれまあ DH 制が復活してきたとしても、うん、多分あのレフトに吉田正尚がね、はい、入ってくると思うんだよ、うん、もしくは吉田正尚 DH みたいなね感じになってくると、はい、で、控えがね佐野光大と小田、うん、で内野は足立太田義母長川はい、で中川外野も守れるしね、うん、もうちょっとノーチャンスみたいな感じになってきてるんだよ。しかも若い選手とかもねいますしね。でそうなってきたら、うん、ね、でまあ紅林、はい、っていうところもね、うん、いるわけよね。で野口ね新人が、はい、頑張ってるっていうところもあるしね、うんうんうん、はい、でそうなってきたらちょっとチャンスがね、うん、北もいるしね。で大下とかね右、うん、で俺のキャンプ中のおすすめの平野ね、まだ育成だけどね、はい、で大城も、まあ、一緒上がって頑張ったけどね、はい、ってなった時にやっぱこうなかなかチャンスがね少なくなっていくっていうことを考えればね、はい、俺はこの山足、うん、で後藤俊太もね、はい、外野ちょっとあそこで掴めればいいけどやっぱ掴みきれなかったっていうところで、うん、もう思い切ってラストチャンスは球団変えて、うん、最後もう一回頑張るっていうね、うんうん、で守備と足はね、はい、あるんでね、うん、そういった意味ではまあこのままいても終わっていっちゃうからね、はい、いい形のものを出してるから、うん、このどっちだから山田海田のどっちかと山足後藤氏のどっちかはどっちかというかですね、で、うん、足りないところを取ってくるっていうね、はい、っていうところでは山足とかもユーティリティだしね、うん、いろんなとこ守れて山足選手も後藤選手も同い年の29歳ですね、うん、だからこう30前後ってね、はい、一番こう危ない時だからね、うん、でもその2軍でしっかり結果残してるってことはやっぱり1軍の、ね、頑張れるこの切符があるっていうことだからね、はい、そういった意味では、うん、だってまあオリックスも若い人たちがね来てるからね。そうね、今ピッチャーもかなり若いですし、そう野手もやっぱ若い人たちがね、うんうん、ちょっと付き合いで来てますからね。でそうなってくるとね、うん、なかなか先発なんてだって山本山岡、はい、でワゲスパック、はい、言えるワゲスパック、ワゲスパック、私はワゲスパックって全然言いにくくないんですよ。Uパックじゃないよ、はい、ワゲスパックです、うん、はい、で、うん、田島ね、はい、宮城投手、ね、山崎幸也投手、山崎いて、うん、でまあ、山崎投手は、まあ、今に行くんだけどね、はい、それともう若いところもどんどん出てきて、みんな左右バランスいい感じでね、うん、取れてきて、はい、でクロフとかね、やっぱ比嘉は外せないし、阿部、うん、オールドルーキーで頑張ってるしね、はい、っていうところではね、で近藤もね怪我から復帰していい形になってきてるんで、はい、ちょっとどんどんね怪我からの復帰組とかもね、うんうん、でこうどんどん熱くなってきてるから、はい、そういった意味ではまあ結果残しててチャンスない選手たちにはね、うん、そういったチャンスを与えて、まあいい意味でのね、はい、こう新陳代謝を促してもいいんじゃないのかなと思うんですよね、うん、そうですね。いやー、なんかいいですね、他の環境変わって良くなる選手もいますからね。そうそう、あとは結果残してても、うん、そのチームでチャンスない選手が違うチームに行ってすごい良くなるパターンもあるじゃん、はい、だからここ近年で言うと高梨とかね、はい、楽天で使われなくて巨人行ったらもう今左のリリーフエースだからね。そうなんですよ。だからうん、そういった意味ではその西川だってねノンテンダーで楽天に来てねいきなりガッツーでもいけるから、まあ、そのチームで、うん、そのチームでは2軍っていうだけで、うん、その選手がプロ野球でダメかっていうのはまた違う問題だからね。そうですね、うん、じゃあどこがいいですか。んじゃあ後藤俊太選手とかあとも山内選手、ちょっとどの辺の球団行きます。
それはもうおのおのが考えてる。あれ、候補だよ、候補だよ。なんかこの辺いいなみたいな。それはもうおのおのは。おの、うん、各球が足りないところあるなってところ。そう、はい、足りないところはもう一枚プラスいる。それはもうファンの人たちがうち欲しいっていう拠出制だから。あ、そうですね。うん、あ、このうちのファンの、私のファンの球団意外と欲しいですみたいな、ね、そう、うん、いるかもしれない。左のリリーフとかいないところいっぱいあるでしょ。そうですね、うん、やっぱ左はね、みんな欲しいですからね。そう、うん、そういった意味ではね、はい、あのみんなにね、頑張ってもらいたいというところで、はい、まあ、どうでしょうかっていう中で最後はスカイお送りします。はい、スカイトゥトゥルル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 ル